どうも皆さんこんばんは、ウルト三世でございます。さて、今回は久々にですね、CD を買ったので、そちらをレビューしていきたいと思います。サブチャンネルでも出してます、モスボールのワウですね。今回はこちら、ペシャッと聞き込んでみたので、そちらをレビューしていきたいと思います。こちらのモスボールのシングルになります。シングル4曲入りですね。1曲目、ワウ。そして、プロミス。フォロー、そしてシェイキラーフです。で、シェイキトークについてはですね、もうカバーですよね。シェイキラーフっていう、あのカバー曲が入っている形になります。モスボールっていうのはですね、まあ、僕は盛大なね、ネタ動画を出しましたけれども、エモコアですね、エモ。最初聞いた時はね、今時のこう流行りってあるじゃないですか。流行のバンドからすると、まあ、ちょっと確かに、ね、路線は違うんですよ。っていう風に、最初どうなんだろうなっていう印象だったんですよ。あんまりこう、かっこいいのかこれっていう感じなんですけど、聞き込んでいくとすげえ良くなっていく。何回も聴ける。だから一回で飽きないでずっともうスルメ的な感じ。全体的にはすごくクオリティはもうめちゃくちゃ高いですし、昔のなんかブリンクとかすごい好きな人はめっちゃ好きなんじゃないかなって思います。俺の勝手な考えなんだけど、この曲の流れ的にね、なんか夏が終わっていく感じがすごいする。この一曲目のね、ワウでね、これワーっていくんだけど、徐々にこうクールダウンしていって、このね、フォローに至ってはですね、こうなんつうかすげえこう夏の終わりみたいな秋が始まる感じがすごく印象としてあって、それを考えてるのかわかんない。いや、考えてないのかもしれないけど、この曲に関してすげえカラッとしてる感じ。もう夏、ほんと夏っていう感じの曲ですよ。で、メロディックで、まあ、みんなでね、コーラスもできるし、ライブですごい盛り上がる曲なんじゃないかなっていう印象ですね。すごい楽しかったです。で、2曲目のプロミスはですね、ちょっとハードコアっていうか、デスボイスかな？ちょっと入ったりもして、面白い展開だなって。こういう曲もできるんだっていう。3曲目のフォローっていうのがあるんだけど、これがね、僕一番好きですね。これいい曲。っていうか、日本語詞なんですよ。英語から日本語聞くとまたちょっと印象が変わるから、俺、日本語でいいんじゃんって思っちゃうんだけど、このバンド。そんな無理して英語、無理してっていうことじゃないけど、英語歌わなくてもいいような気がする。それぐらいすごく日本語が合ってるように感じたんですよね。シェイキットアフについてはね、まあまあ、こう、混ぜ込んでるっていうか、いろんなことができるんだっていう可能性はすごくよくわかったんですけど、あと一歩なんか欲しかったかなっていう感じですね。この一枚でかなりバラエティに富んでるので、そういう意味ではですね、それ楽しかったです。うん、なんかすごくでも面白かったですよ。いい曲。これ興味ある方ぜひチェックしてみてください。すごくいいと思いますよ。そんな感じで今回久々に CD レビューでございました。モスボール。気になる方動画の説明欄にリンクが貼ってありますので、そちらからチェックしてみてください。というわけで今日の動画はこの辺で、この動画が面白いと思った方、高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。というわけでまた明日ね。じゃあ。